XBT-2C 飛行する XBT-2C-15881 号機 XBT-2C は第二次世界大戦中にカーチスライト社がアメリカ海軍向けに開発した試作艦上攻撃機。社内名称は CW-98XBT-C 艦上攻撃機の複雑型でエンジンを乾燥しレーダーを搭載した機体である。 この機体がカーチスライト社製でアメリカ海軍へ納入された最後の航空機となった。XBET2C-1 は R-4360 エンジンを搭載する予定であったがライト社のエンジンに関する問題によって R-4360 より小型の R-3350 から24水型エンジンを搭載することとなった。複雑にするために 兵装の搭載量を減らし、右主翼下には、レーダーポッドを搭載した。XBT2C-1 の1号機、ボナンバー5879は1945年3月に、完成した。ほどなく、戦争が終結したため XBT2C に対して、大規模な発注がされることはなかったが、試験は続けられた。 5ナンバー5879から5888までの10機の製造計画のうち5888号機を除く9機が製造され、1947年に XBTC が開発中止となった頃に XBT2C も開発中止となった。カーティスエアクラフト1907-1947よりありがとうございます。